ピアノ競争曲第1番異端調作品9はドミトリー・カバレフスキーが1928年に作曲したピアノ競争曲である。カバレフスキーのモスクワ音楽院在学中に作曲され、卒業後の1931年12月11日にモスクワで作曲者のピアノとボリショイ劇場管弦音楽団により初演された。翌1932年に 国営出版社ムジカから出版され、間もなく海外でも演奏されるようになり、作曲者が広く知られるきっかけとなった。後年の作品に比較するとロマンティックかつ、ビルトゥオーゾ的な語法が目立つ作品で、ピョートルチャイコフスキーや、ニコライリムスキー・コルサコフのような先行する世代の作曲家や、同時代の作曲家であるセルゲイ・ラフマニノフ、セルゲイ・プロコフィエフや、 モーリスラベルに影響されている。ニコラス・スロニムスキーは、叙情的で英雄的な作風、楽天的な調整の中で動的なエネルギーが繰り返し噴出し、慎重かつ控えめな不協和音が正規を加えると、評する。独創ピアノ、フルートに、オーボエに、クラリネットに、ファゴットに、ホルニオン4、トランペットに、トロンボーン3、チューバ打楽器、言語部約30分。 ありがとうございます。